血液の光学顕微鏡写真、多数あり丸く赤く写っているのが赤血球。中央に一つある細胞は白血球、赤血球の間に見える小さな豆粒のようなものが結晶板である。角血球、左から赤血球、結晶板、白血球色は実際の色ではなく画像処理によるもの。赤血球は血液細胞の一種であり酸素を運ぶ役割を持つ。 本項目では特に断りのない限り、人の赤血球について解説する。赤血球は血液細胞の一つで、色は赤く血液循環によって体中央を回り、肺から得た酸素を取り込み、体の隅々の細胞に運び供給する役割を担い、また同様に二酸化炭素の排出も行う。赤血球の内部には鉄を含む赤い、 タンパク質ヘモグロビンが充満しており、赤血球はヘモグロビンに酸素を取り込む。大きさは直径が7から8メートル、厚さが2メートル強ほどの両面中央がへこんだ円盤状であり、数は血液 1L あたり、成人男性で420から554万個、成人女性で384から488万個程度で、 血液の体積のおよそ4から5割程度が赤血球の体積である。標準的な体格の成人であれば、全身におよそ3.5から5リットルの血液があるため、体内の赤血球の総数はおよそ20兆個であり、これは全身の細胞数約60兆個の13である。体外の細胞にくまなく酸素を供給するために膨大な数の赤血球が存在する。 骨髄では毎日2000億個弱程度の赤血球が作られているが、その寿命は約1 2 0日で、1 2 0日の間におよそ20から30万回にわたって体を循環して酸素を供給し、古くなると脾臓や肝臓などのマクロファージに捕捉され分解される。赤血球は体の隅々の細胞にまで酸素を供給するため、 柔らかく非常に変形能力に富み、自分の直径の半分以下の小道の狭い、毛細血管にも入り込み通過することができる。赤血球は成熟する最終段階で、細胞核やミトコンドリアリボゾームなどの細胞内器官を遺棄する。酸素の運搬には不要な細胞核や酸素を消費するミトコンドリアを捨て去り、乾燥重量の約9割がヘモグロビンである。 赤血球はいわばヘモグロビンを閉じ込めた柔軟な袋であり、ヘモグロビンによる酸素運搬に特化した細胞と言える。ミトコンドリアを持たないため、細胞の活動に必要なエネルギーは、嫌気性解凍系と呼ばれる酵素によって糖を分解している。赤血球の役割は、酸素と二酸化炭素の運搬であり、その構造は、表面の赤血球膜と内部の細胞質に分けられるが、 赤血球細胞膜を通して酸素と二酸化炭素が交換され、細胞質のヘモグロビンと酵素の働きで酸素と二酸化炭素は輸送される。通常の細胞が持つ核などの細胞内機械を捨て去っているため、細胞質は水とヘモグロビンで容積のほとんどを占め、それ以外は解糖系やペントオスリン酸経路に関わる酵素、炭酸脱水酵素、グルコース、炭酸、 NBA,CA2,K,CL- などのイオンなどわずかであり、正常な赤血球の細胞質には、顕微鏡観察で目につく構造はない。形状は、両面中央が凹んだ円盤状であるが、それは、同じ体積の玉に比べ表面積が30から40%大きく、その大きな表面積のため酸素二酸化炭素の交換が、 球状の場合よりも有利であると考えられている。また、赤血球は、毛細血管では折り曲げられたり変形したりして、通過するが、たまに比べて両面が凹んだ、円盤状だと体積に比べ表面の、赤血球細胞膜に余裕があるため、変形の歪みの力に対して、細胞膜にかかる力が小さくなると考えられている。成熟した、赤血球は、 通常の細胞が持つ核やミトコンドリア、リボゾーム、ゴルジ体、小胞体などを捨て去り、酸素の輸送に特化した細胞であるので、細胞の運動能や、タンパク質、脂質の合成能を持たず、通常の細胞のようには多くのエネルギーを必要としない。しかし、赤血球でも ATP を用いてのヒーオンの輸送や細胞膜や、ヘモグロビンなどの、 各タンパク質の維持のためにエネルギーを必要とする。エネルギーはグルコースを分解することで得られるが、グルコースの90%は、嫌気性解凍系と呼ばれる、多数の酵素による ATP 合成経路である m 電マイヤーホフ経路によって消費され ATP を産出する。この ATP は、NA プラスや K プラスなどのヒーオンの輸送や膜タンパクのリン酸化。 解凍系自身の維持などに使われる。残りのグルコース10%はナットフを産出するためにペントウスリン酸経路を経由することで消費される。ナットフはヘモグロビンなどの各タンパク質が酸化されることを防ぎ保護する。ヘモグロビンの立体構造図一つのヘモグロビン分子は M 分子とグロビン分子がそれぞれ4つで構成され赤。 または黄色に着色されているのがグロビン、緑色に着色されている小さい分子がヘムである。それぞれのヘムの中心に、鉄原子が一つありそれが酸素と結合する。ボーアの言論文を元にした説明。酸素に富み、二酸化炭素の少ない肺では、ヘモグロビンの酸素飽和度はほぼ100%になる。赤血球はそのまま酸素の少ない組織に行くが、 もしもに酸化炭素がない環境だと思っている酸素のうち18%程度しか放出できないが、組織内に40水銀中ミリメートルのに酸化炭素があると約50%、80水銀中ミリメートルのに酸化炭素があると約70%もの酸素を放出することができる。ヘモグロビンは、赤血球細胞質の主要な構成物質であり、 肺から全身へ酸素を運搬する役割を担っている、タンパク質である。ヘモグロビンは、ポルフィリン核に鉄を持つ4つのヘムと4つのグロビンから、なり、ヘムは、中心に1つの鉄原子を持ち、酸素1分子を結合することができるので、ヘモグロビン1分子で4個の酸素分子と結合することができる。標準的な体格の成人が持つ、赤血球に含まれる。 ヘモグロビンの総量は約 750g であり、1g のヘモグロビンは酸素 1.39ml と結合することができるので、総量としておよそ1リットルの酸素と結合することができる。赤血球の弱な段階である赤蛾球には豊富なミトコンドリアやポリリボソームが存在し、それらによって赤蛾球は盛んにヘモグロビンの合成を行い、 細胞が成熟するにつれて、細胞質はヘモグロビンで充填されていくが、赤血球成熟の最終段階で、ミトコンドリアやポリリボソームが抜け落ち、成熟し完成した、赤血球ではもはやヘモグロビンの合成は行われない。赤が球のミトコンドリアでは、ヘムの骨格をなす、ポルフィリン管が作られ、ポルフィリン管に鉄原子が組み込まれて、ヘムが作られる。一方、 メッセンジャー RN a に複数のリボソームが連結したポリリボソームはアミノ酸を組み立ててタンパク質であるグロビンを作る。ミトコンドリアが作ったヘムとポリリボソームが作ったグロビンが細胞室内で出会い、ヘモグロビンになる。成熟した赤血球は骨髄から血管内に移動し血液循環によって肺から組織、組織から肺をめぐる。組織内では 細胞の活動により二酸化炭素が発生し結晶や組織液に溶け込んでいるが細胞膜を通して二酸化炭素は赤血球内に取り込まれる赤血球内で二酸化炭素と水は炭酸脱水酵素によって重炭酸イオンと水素イオンになり水素イオンが増加することにより酸性が強くなった赤血球内では酸素とヘモグロビンが結びついたオキシヘモグロビンから 酸素分子が有利し、細胞膜を通って体細胞に酸素が供給される。酸素を放出したヘモグロビンは水素イオンと結びついて赤血球内が極端に酸性に傾くのを防ぐ。血液中の二酸化炭素のほとんどは赤血球内に取り込まれ、二酸化炭素の約70%は赤血球内の炭酸脱水酵素によって重炭酸イオンに変換され、 重炭酸イオンの多くは、バンド酸と呼ばれる、赤血球膜を循環する、膜輸送タンパク質によって、塩素イオンと交換に赤血球外に出され、結晶に溶け込んで肺に循環する。二酸化炭素の15から20%は酸素を放出したヘモグロビンに結びつき、カルバミのヘモグロビンとして、赤血球により肺に運ばれ、約10%はそのまま結晶に溶け込んで肺に、 循環する。人の場合だと肺では、酸素分圧はほぼ100水銀中ミリメートルでありに、酸化炭素はほとんどないので、赤血球の酸素飽和度はほぼ100%になる。酸素を含んだ赤血球は組織に循環するが、組織内の酸素分圧は組織によって違い、一般的な組織内では40水銀中ミリメートル活動中の筋肉内では20。 水銀中ミリメートル程度になる。酸素分圧の差でも赤血球は酸素を放出するがに酸化炭素が存在せず、酸素分圧の差のみであると、赤血球は持っている酸素のうち10から30%程度しか、赤血球外へ放出できない。しかし組織内に酸化炭素が発生しているとに酸化炭素が炭酸に変換されることで、pH が低下し、 pH の低下によって起きる防和効果で赤血球は大半の酸素を放出することができるようになる。酸素に富に酸化炭素の少ない肺では、赤血球は逆の工程で、重炭酸イオンを二酸化炭素に戻して吐き出し、酸素を取り込む。つまり、二酸化炭素の少ない肺では赤血球内のに酸化炭素が出ていくが、赤血球内のに酸化炭素濃度が下がると、 炭酸脱水酵素は組織内の時とは逆に、水素イオンと重炭酸イオンから二酸化炭素と水を生成して、赤血球内の細胞質の pH は上昇する。また、赤血球内の重炭酸イオンが減少したことで、赤血球外の重炭酸イオンが塩素イオンと交換で取り込まれ、二酸化炭素に変換されて、再び放出される。 pH が上昇した、赤血球内では酸素を取り込みやすくなり、もともと酸素に富んだ、肺組織内であるので、ヘモグロビンはいっぱいに酸素を取り込む。酸素飽和度が上がった、赤血球は、再び末端の組織細胞に酸素を運搬する。過剰な酸素は細胞を傷つけるが、赤血球に酸素を取り込み末端組織内で酸素を吐き出す過程では二酸化炭素の存在によって酸素が、 供給されるので二酸化炭素の濃度が濃いほど赤血球が供給する酸素の量が増えてくるので酸素を必要とする細胞に必要とする適量の酸素を供給することができるこの点が液体に酸素を溶かし込んで供給するシステムとの大きな違いであるヘモグロビンの酸素親和性の調節ヘモグロビンの酸素親和性の調節では前述のように 血液循環で肺と組織をめぐる間で、H の作用による、防和効果によって、酸素の親和性が変化し、赤血球は二酸化炭素の少ない肺では酸素を取り込みやすく、二酸化炭素が発生している、組織内では酸素を放出しやすくなる。だが、ヘモグロビンの酸素親和性の調節には、pH の変化だけでなくに、3 b p g も関わる。 生成したヘモグロビンは赤血球中のヘモグロビンよりも酸素親和性が高い。赤血球には2、3BPG が含まれるが2、3BPG はヘモグロビンの酸素親和性を弱める。人が空気の薄い鉱山に行くと酸素不足状態に陥るが、1日ほどで相当に適応することができる。高地に行き低酸素状態になると数時間ほどで血液中の2、 3 b p g 濃度が上昇し酸素親和性が低下する。酸素親和性の低下は、肺でよりも組織内での効果が大きく、そのため組織内での酸素放出量を増やすことができる。人では、高知適用の例だけではなく、貧血や心不全、呼吸不全などによる低酸素血症でも、2、3 b p g 濃度を上昇させて、 血液の低酸素状態に対してある程度の対応を行うことができる。胎児の赤血球に含まれるヘモグロビン F は成人のヘモグロビンよりもに 3BPG に対する結合が弱く、そのため酸素親和性が高い。これは胎盤内で母親側から酸素を受け取らなければならないために胎児のヘモグロビンは母親のヘモグロビンよりも高い酸素親和性が 必要なためである。ン脂質分子の代表的な構造ン脂質のうち、細胞膜で多数を占めるグリセロン脂質の基本構造の部分は分子によって違いの部分にコリンがつくとホスファチジルコリンになる。色は実際の色ではない。一般的な細胞膜の構造。細胞膜はン脂質分子が自発的に無数に並んで形成されるン脂質二重層に、 各種タンパク質などが絡んで形成される。赤血球の細胞を膜。一般の細胞に比べて膜骨格が顕著である。脂質二重層に絡んで緑色が赤血球膜骨格、赤や青が重管タンパク質や、それに連結するタンパク質である。赤血球は自分の直径の半分以下の小道の微小な 毛細血管にも入り込まなければならないので非常に柔軟な変形能力を持ち、また120日間の寿命の間、絶えず循環し、繰り返しの変形に耐える安定性が求められる。その赤血球を構成している赤血球細胞膜は主に臨死室が隙間なく、並んだ層が二重の層を形成している膜脂質二重層と、座状のタンパク質が毛状に連結され、 細胞膜を裏打ちして支持している膜骨格、脂質二重層と膜骨格の連結し保持する膜中管タンパク質やアンカータンパク、細胞膜を貫通し物質の細胞内外の交換の役割を果たすポンプキャリアチャンネルと呼ばれる膜中管タンパク質や情報のやり取りのためのレセプター、表面を産毛のように多い細胞間の情報伝達や他の細胞との接着、 分離にも関係する搭作などからなっている。膜質二重層浸水性のリン酸部分の頭部に素水性である脂肪酸が2本のビブがついたのがリン脂質分子である。赤血球の内外は主に水で満たされているのでリン脂質分子は頭部を外側に水に反発するビブを内側に厚さが3.5から5.6ナノメートル程度の厚さの二重層を自発的に作って並ぶ。 二重層の両外側は浸水性なので、膜全体は積血球内外の環境に馴染み、内側には疎水性の脂肪酸が充満しているので細胞の内外をしっかり遮断することができる単位時間、単位面積あたりに透過する水分子の数は少ない。このリン脂質二重層は電気的に中性で極めて小さな分子、例えば酸素分子や二酸化炭素分子は通すが、 曲性を持つ水分子は通りにくく、大きな分子やイオンは通ることができない。ン脂質分子同士の結合は緩いので、各ン脂質分子はン脂質二重層の中を横方向に自由に移動することができ、細胞の変形や細胞分裂などでも二重層構造が破けることはない。さらに結晶中のン脂質分子が脂質二重層に入り込んだり、 逆に結晶中に抜け出ることも可能である。また、脂質二重層を貫通している膜重幹タンパクや、レセプターなども、膜脂質二重層上を移動することができる。実際、マウスと人の細胞を融合させる実験では、細胞膜上の分子は移動しマウス由来の分子と、人由来の分子が混ざり合うことが確認されている。この臨脂質分子は、リン酸の先についた分子により、 ホスファチジルコリン、スフィンゴミエリン、ホスファチジルエタノールアミン、ホスファチジルセリンなどがあり、赤血球の膜脂質二重層では PC が21%、PS とポリエチレンが合わせて29%、SM が21%、コレステロールが26%、他が数で構成される。並んだン脂質分子の間にコレステロールが入り込むと分子が動ける自由度は、 低下し、膜は硬くなり、柔軟性が弱くなる。膜脂質二重層の多くの部分では、コレステロールは多くはないので、臨脂質分子は比較的自由に動けるが、次に解説する膜脂質ラフト部分では、臨脂質の間に入り込んだコレステロールが非常に多くなる。これらの PC や PS、ポリエチレン、SM などは二重層の外側と内側で分布にムラがあり、 外側には PC、SM と糖脂質が多く、内側にはポリエチレン、PS が多く、非対称分布をなしている。臨資質分子の膜の表裏間の移動は3種類の酵素が関わっており、フリパスはポリエチレン、PS を膜の外側から内側に移動させ、フラパスはすべての脂質分子を内側から外側に移動させ、スクランバレースは 全ての分子を両方向に混同する。これらの酵素の働きによって、膜内外の臨死室の非対称分布がなされていると考えられている。非対称分布の一つの理由として、主な臨死室の中で PS は陰性家電を持ち、細胞室内のタンパク質が持つ陽性家電と相互作用しやすいことが、細胞膜の機能に好都合であるからだと考えられている。 膜脂質ラフト脂質ラフト、画の下側が細胞外、上側が細胞質側になる。1は、通常の脂質二重層、2、脂質ラフト、3.4、膜中間タンパク質、5、糖鎖、6、膜外、タンパク、7、コレステロール、8、糖脂質リン脂質二重層膜上には、他の部分より少し厚さが、厚く少し硬い脂質二重層上を移動することができる領域があり、 海に浮かぶイカダに例えられ脂質ラフトと呼ばれている。ラフト部分では、臨脂質は主にスフィンゴミエリンで構成され、SM 分子の間にコレステロール分子が非常に多く入り込んで、分子間の結合を強化している。スフィンゴミエリンの脂肪酸部分は PC や PS、ポリエチレンより長いので、ラフトは若干厚さを増し、コレステロールが 分子間結合を強化するので硬くなる。ラフトでは、SM とコレステロールの他に、膜重幹タンパクやレセプター、糖脂質なども多く存在している。多くの積み荷を積んだイカダのようなイメージで、ラフトと通称されているが、通常の脂質に重層もラフトも、どちらも臨脂質を使用構成分子にしている点は海上に浮かぶイカダとは違う。ラフトの直径は、 数十ナノメートル程度で赤血球膜上には多数あり、タンパク質や糖鎖など多種の分子を多く乗せているラフトは赤血球の機能に大きく関わっている部分だと考えられている。膜骨格膜骨格の外略。スペクトリンはアクチンやバンド4.1タンパクによって猛状に連結される。スペクトリンに結合したアンカータンパク、アンキリンは 膜中管タンパクバンド3と結びつき、スペクトリン、アクチンマイナスバンド4.1連結部は、膜中管、タンパクグリコフォリンに連結する、アルファーサスペクトリンとベータサスペクトリンが連結した1本の、線状のタンパク質が並んで2本絡まった、長さ200ナノメートルの紐状のタンパク質が、4.1タンパクや、アクチンなどのタンパク質によって連結され、網状になり、 脂質二重層に接するように存在するのが膜骨格である。スペクトリンは収縮性に富み、伸びきると4両体で200ナノメートルの長さが普段は、スプリングのように40ナノメートル程度に収縮し、その収縮したスペクトリンが網状に連結された膜骨格は、アンキリンや4.1タンパクによって膜重管タンパク質、バンド3タンパクやグリコホリンに結合され、 脂質二重層にぶら下がるように接している。この膜骨格は赤血球が狭い毛細血管に入り込む時に変形すると、スプリングが伸びたような状態で赤血球の変形に対応し、毛細血管をくぐり抜けた後には収縮して、赤血球の形を保つ。この脂質二重層の細胞膜を膜骨格が裏打ち、補強している構造が赤血球膜の柔軟性と、 安定性をもたらしている。表面タンパク赤血球の役割は酸素や二酸化炭素の輸送であり、そのために赤血球膜では酸素と二酸化炭素、重炭酸イオンの交換が重要であり、また細胞の維持に必要なグルコースや核イオンなどの交換も重要である。赤血球膜重炭タンパク質であるバンド酸は一つの赤血球に120万個あり、 赤血球膜中間タンパク質では最も多いが赤血球膜に適度な間隔を置いて存在し脂質に重層と膜骨格のアンカーの薬とともに重炭酸イオンと塩素イオンの交換や一部の有機物の輸送を行っているグルコースやナトリウムイオン、カリウムイオン、カルシウムイオンなどはその他の赤血球膜中間タンパク質によって輸送され 酸素分子や二酸化炭素分子などの電気的に中性で小さな分子は脂質二重層を直接通過する。蒸気以外にも多くのトランスポーターやレセプターが赤血球膜にはあることが報告されている。また、これらの赤血球膜中間タンパク質は血液型抗原にも関係している。一例では AB 型はバンド3とバンド4.5タンパクの赤血球膜外、構造である 倒査構造が抗原になっている。また、物質輸送には関わらないが、赤血球膜上には膜貫通タンパク質であるクリコホリンが100万個ほど存在する。赤血球膜上ではバンド3に次いで多いタンパク質であるが、クリコホリンの細胞質側は膜骨格に連結され、アンカーの役を果たし、赤血球外面に出た部分には大量の倒査を有している。 当作の先端には、シアル酸があり、シアル酸は、茎を持つために陰性過電しているので同じく陰性、過電している、赤血球同士や血管内皮細胞との接着を、防いだり、同じく陰性過電している細菌の侵入を防ぐ、働きを持っている。バンド4.1や4.5などは、名称は似ているが、電気営動分析のバンド番号であり、分子量による命名であって、 それぞれは異なる、タンパク質である。血液疾患のために、血液中に現れた赤が球。右上に2つある、有核細胞の内丸い核のものが抗塩規性赤が球。左下にある2つの有核細胞の大きい方が、大染ゾ性赤が球。小さい方が、清ソメ性赤が球。一番右上と右下のいびつな核の細胞は、白血球である。 増血幹細胞とその細胞系統通常骨髄で、観察される洋弱な赤が球形の細胞は染色性が塩基構成の細胞質を持つため灰青色を呈する。これらは成熟するに従って徐々にヘモグロビンの赤色が明らかになっていき最終的に核が脱落した赤血球となって末梢血に送り出される。 増血幹細胞から分化し始めた弱な血液細胞は盛んに分裂して数を増やしながら少しずつ分化を進めていく。最終的に赤血球に分化、成熟する場合は増血幹細胞、骨髄系幹細胞、赤が球、巨角球系線具細胞、前期赤が球系線具細胞、後期赤が球系線具細胞、前赤が球、 公園期生赤が球、多染め性赤が球、正染め性赤が球、赤血球と成熟していく。骨髄系幹細胞、赤が球、巨格球形線具細胞、前期赤が球系線具細胞、後期赤が球系線具細胞などの線具細胞の段階では、細胞は非常に活発に細胞分裂して数を増やすが、顕微鏡による、 携帯観察では赤血球系との判別は困難である。前赤が球の段階から携帯的にも赤血球への分化の方向がはっきりしてくる。赤血球系と判別できるようになった前赤が球から多染性赤が球までの細胞も、栓具細胞ほど盛んではないが、細胞分裂能を持ち、一つの前赤が球は、大染性赤が球の段階までに3から4回細胞分裂を、 起こして8から16個の細胞に増える。前赤河球は直径が20から25メートルで前の段階の線具細胞より大きくなり、赤血球への分化、成熟の段階で一番大きい細胞であり、顕微鏡観察で赤血球への分化の方向が明らかな最初の段階の細胞であり、核構造は繊細で、細胞質は塩基性が強く、リボゾームが多い。 高塩基性赤河球では、大きさは、前赤河球より小さくなり16から18メートルほどであり、前赤河球ほどではないが、細胞質は塩基性であり、各構造はやや荒くなる。大染性赤河球では、ヘモグロビンの合成が開始され、ヘモグロビン量が増えるにつれ細胞質の塩基性は弱くなり、細胞はさらに小さくなり、各構造は凝縮しさらに荒くなる。 この段階でも弱いながらも、細胞分裂脳を残している。生素目性赤河球では、細胞分裂脳は失われ、細胞核は凝縮し細胞質は赤血球に近くなる。直径は10から15メートルで、やがて細胞核が脱落して、赤血球に成熟する。これらの弱弱な段階の細胞、増血管細胞、栓具細胞、赤河球は骨髄にのみ存在する。 骨髄にはバリアがあり、弱な血液細胞は骨髄から出ることができず、脱核して赤血球になって初めて血液中に出ることができるため、通常は末梢血では幽閣の赤蛾球は観察されない。清曽目性赤蛾球から核が脱したばかりの若い赤血球ではまだリボゾームが残っており、ニューメチレンブルーによる超整体染色を行うとタンパク質と、 RNA の複合体であるリボソームが、その他の細胞内小器官を巻き込みながら、毛状に凝集し、凝集したリボソームの RNA が青く染まり、顕微鏡観察では毛状に見えるので、毛石血球と呼ぶ。毛石血球の段階でも10%から30%ほどのヘモグロビンが合成される。毛石血球は骨髄内に2日ほど止まり、 その後血液中に移動して1から2日ほどで、リボソームやミトコンドリアが抜け落ちて成熟し完成した赤血球になる。通常、毛石血球は赤血球の0.5から1.5%程度であるが、増血が盛んになると若い出来立ての赤血球である毛石血球の割合が増え、骨髄での増血機能が衰えると毛石血球の割合が減る。 赤血球は骨髄で増血幹細胞から作られるが、その文化、成熟には骨髄においてマクロファージが大きく関わっている。骨髄において赤血球の要弱な段階である赤が球は、マクロファージを中心にその周りを取り囲むように、数個から数十個が集団でより集まっている。中心に存在するマクロファージは赤が球に接し、ヘモグロビンの合成に、 不可欠な鉄や細胞の生育に必要な物質を供給し、成熟をコントロールし、また脱核させた核の処理や、不要になった赤血球細胞の除去にも関与している。この骨髄内において、マクルファージを中心に赤賀球が集まり、赤血球の形成に関わっている細胞集団を赤賀球島もしくは赤賀球小島という、 胎児における増血以上で説明しているのは出生後の人の増血であるが胎児の増血は出生後とは様相が違う。まずは胎生15から18日頃に卵黄脳において一時増血が始まり肺型赤血球が産出される。肺型赤血球は胎生4週以降血液循環を行って酸素を運搬する。一次増欠で産出される肺型赤血球は 胎生後から6週頃から始まる二次増血による胎児型赤血球及び生体型赤血球とは大きく異なる。胎生初期に卵黄脳で作られる肺型赤血球は胎児型赤血球及び生体型赤血球と比べて4から5倍の大きさがあり、成熟しても脱核はせず有核である。形態的には赤が球に似るが肺型赤血球のヘモグロビンは 胎児型ヘモグロビンとも出生後の赤血球のヘモグロビンとも違うものである。この肺型赤血球は体制10周頃には消滅する。人では体制後から6周目あたりから肝臓での増血が始まる。この肝臓で始まる増血で生み出される赤血球は成人の赤血球と同じ増血、肝細胞から産出され同じ大きさ、構造であり。 赤血球の細胞核は脱核する。この胎児型赤血球はヘモグロビンこそ主として胎児型ヘモグロビンで生体型とは違うものの出生後の増血に直接つながるものであってこれを二次増血という肝臓での増血は3から6ヶ月頃は増血の中心であり耐性6から7ヶ月で肝臓での増血はピークに達する。また脾臓での増血も加わる。 これらの肝臓、脾臓での臓血はピークを迎えた後に減少し、出生時には終了する。骨髄での臓血は、耐性4ヶ月頃から始まり徐々にその役割を増していく。6から7ヶ月以降は、骨髄が臓血の中心となり、出生時には唯一の臓血期間となる。胎児の赤血球では妊娠のごく初期には、肺型ヘモグロビンを含むが、 まもなく胎児の赤血球は胎児型ヘモグロビンを含むようになる。妊娠期間の大部分では、胎児の赤血球のヘモグロビンは胎児型ヘモグロビンが大半を占め、生体型ヘモグロビンはわずかであるが、出生が近づいていくにつれ生体型ヘモグロビンは、急激に割合を増していく。妊娠中期には、ヘモグロビンのほとんどを占めていた HBF は、出生時には、 ヘモグロビンの60から80%になり、あるいは別の資料では、妊娠末期の再対決のヘモグロビンでは平均で83%が HBF であるとされるが、出生後には急激に幅に置き換わっていき、生後6ヶ月では HBF は3%程度まで減り、成人のヘモグロビンでは、幅が97%、幅2が2%、HBF は1%以下の割合になる。 HBF は、幅より高い酸素親和性を持ち、体内での低い酸素濃度下での酸素運搬に適して、犬での酸素運搬に適している。エリスロポエチン骨髄では1日あたり2000億個弱の赤血球を生み出すが、骨髄には、これの3から5倍の赤血球酸質能力があり、貧血などで低酸素状態になると赤血球の酸質は盛んになる。 増血幹細胞から赤血球などの血液細胞の分化増殖には40種類以上の因子が関わるが特に赤血球の増殖にはエリスロポエチンが大きく関わる。エリスロポエチンは分子量約34系だの糖タンパク質であり主に腎臓で産出される。貧血や慢性の肺疾患、空気の薄い高地での生活などで慢性の 低酸素状態になると腎臓ではエリスロポエチンを盛んに産出するようになる。赤血球の増生の途中の段階である CFE は非常にエリスロポエチンの感受性が高くエリスロポエチンを受け取ると細胞分裂能を高め赤血球の数的増加に結びつく。やがて赤血球の数量が増え貧血などの低酸素状態が改善されると腎臓では エリスロポエチンの産出が減少し、したがって骨髄での赤血球産出も落ち着くようになる。しかし、慢性腎不全などで腎臓の機能が低下している患者ではエポの産出が減り、貧血になっても赤血球の産出が更新されず、貧血が改善されない。赤血球は血液中で約1 2 0日働くと老化し、老化した赤血球は臓で マクルファージに細く、鈍色され分解される。分解された、赤血球の構成材のアミノ酸の多くや鉄は、回収され再利用されるが、ヘムの分解代謝物であるビリルビンは単汁もしくは、尿として排出される。赤血球が老化すると、嫌気性解凍系のエネルギー酸質が衰え、そのために、細胞膜上の NA、K あってペイス、タンパク質や CA にあってペイス、 タンパク質が働かなくなり、イオンバランスが崩れるため細胞質は水分が減少し、赤血球の変形能も衰えてくる。すると老化赤血球は、脾臓や肝臓、骨髄の血管内に張り巡らされている毛内系と呼ばれる、血管内空を覆う細毛細胞と付随する細毛繊維による網目構造上の組織に捕まるが、そこには老化赤血球を細く、 鈍色食するマクルファージが待ち構えている。赤血球の細胞膜に存在する膜重間タンパク質であるバンド酸は若い赤血球では間隔をあけて存在し、バンド3から赤血球表面に露出している糖査にはそれに対応する自然抗体が存在するが、この自然抗体はバンド3の糖査が十分な間隔を置いている場合には親和性が低く結合することができない。 しかし、赤血球が老化してくると、ヘモグロビンの酸化物が増え、ヘモグロビン酸化物はバンド酸の細胞質側に結合する。さらに、バンド酸に結合したヘモグロビンの酸化物は、お互いに加強し、バンド酸を凝集させる。バンド酸が凝集すると、細胞表面の糖鎖も凝集し、凝集した糖鎖は、高バンド酸イグ抗体との親和性が高いので、 抗体が結合することができるようになる。秘蔵には、高バンドサンイーグ抗体に対するレセプターを持つ、マクルファージが存在し、凝集等作に、ンドサンイーグ抗体が結合した、老化石血玉はマクルファージに容易に認識、捕捉されるようになる。このような過程で老化した、石血球は取り除かれると考えられている。また、若い石血球では、 脂質二重層を構成するリン脂質であるホスファチジルセリンは二重層では、赤血球膜内面、細胞質側に多く存在するが、赤血球が老化しや形成解凍系のエネルギー酸質が衰えてくるとホスファチジルセリンを膜内面側に移動させていた酵素フリッパスの働きも衰えホスファチジルセリンは膜表面に多く現れる。この赤血球膜外面側表面に多く現れた。 ホスファチジェルセリンもマクロファージによる鈍色の標的になると考えられている。赤血球に関する一般的な項目の基準値を挙げる。赤血球の表面には250種以上の表面抗原があるが A、B 型抗原はその代表的な抗原である。赤血球の表面に A 抗原があると A 型、B 抗原があると B 型、A と B。 両方の抗原があると、AB 型、両抗原がないと、O 型とする。逆に結晶中には、各抗原に反応する抗体があり、通常、A 型の結晶中には抗 B 抗体があり、B 型の結晶中には抗 A 抗体があり、AB 型の結晶中には抗 A 抗体も、抗 B 抗体のどちらもなし、O 型の結晶には抗 A 抗体と、抗 B 抗体両方が存在する。 表面抗原にそれぞれ対応する抗体が反応すると赤血球は凝集してしまう。他の細胞と同様に赤血球は水やタンパク質あるいは脂質といった物質から構成されている。一方で一部の微量な栄養素が赤血球を生成する上で重要な役目を担っているとされる。特に体内で合成することのできない鉄、ビタミン B12 及びオ酸は 臨床上重要な栄養素とされる。成人の体内には3から 4g の鉄があるが、その2、3はヘモグロビンの構成材として、赤血球中にあり、古くなった赤血球は、脾臓や肝臓で壊されるが、その際に、鉄は回収され、失われるのは1日あたり数ミリグラムに過ぎない。しかし、出血などで鉄を多く失うと、 ヘモグロビンの合成に必要な鉄分が不足し、一般的には、鉄欠防性貧血の典型として、赤血球は小型であったり低色素型になる。ビタミン B12 は、コバルトを含むビタミンの総称で、ある種のバクテリアしか生産することはできないが、食物連鎖によって動物は十分な量の B12 を体内に持っており、人も、肉類、魚類、 乳製品などの動物性食品を食することで B12 を取り入れるので普通の状態では体内に数年分の量の B12 を蓄えている。B12 は食物ではタンパク質と結びついているが胃酸によってタンパク質から有利し胃壁から分泌される内因子と B12 とが水液の作用によって結びつくことで B12 は海腸から吸収されるようになる。したがって 胃の切除者、胃縮性胃炎での内因子分泌障害などで内因子が不足したり、あるいは腸の吸収障害、あるいは極端な再食主義者などでは、数年の後に B12 は不足する。B12 が不足すると、細胞の DNA の合成が障害されて、赤血球形増血では巨赤化が球が産生され、それは正常な赤血球に分化できないため無効造血と、 リキきょ赤が急性貧血に陥る。溶酸は、レバー、緑黄色野菜、果物などに含まれている水溶性ビタミンであるが、B12 と共に働いて、赤血球の成熟に関わる。通常では、溶酸は、食物から、酵素の働きで空調から吸収され、体内に数ヶ月分の量が蓄えられているが、何らかの理由で不足すると、b 十二の不足と同様に、 赤血球は DNA の合成が阻害され、正常な成熟ができずに巨赤化が急性貧血になる。浸透圧による変形結晶の浸透圧による変化赤血球は外部からの力がかからずとも様々な要因で変形することがある。赤血球膜には水分を効率的に輸送する輸送タンパク質アクアポリンがあり、浸透圧の低い。 例えば真水に赤血球を入れると赤血球は水を吸収して膨らみ、赤血球膜が膨張の圧力に耐えられなくなると、しまいには破裂する。逆に、濃い塩水中などでは赤血球は水分を失う。人の生理食塩水は0.9%だが、正常な赤血球は、食塩水では濃度0.5%が溶血するかしないかの、ギリギリの濃度である。 0.48から0.5%で溶血し始め、0.4から0.42%で50%が溶血し、0.33から0.35%で全て溶血する。遺伝性球状赤血球症などのように、赤血球膜に異常があり脆弱であると、膨張に耐える力が弱いためにより容易に溶血する。疾患による変形ウニ状赤血球、または、 コンペのような形状の有極積血玉は、解凍系酵素異常症や、尿毒症、血清 β リポタンパク血防血症、肝機能障害、便秘や下痢など、腸の異常時などに現れ、類的上の積血球は骨髄繊維症や、癌の骨転移で現れる。各種の溶血性疾患などでは粉々にされ、破片となった破砕積血球が見られ、 ある種の遺伝性の貧血病では、釜状赤血球が見られる。赤血球が破裂したり、膜異常などで赤血球が壊れることを溶血と言い、大量に溶血すると貧血を招くばかりでなく、赤血球の内部に高濃度に存在していたカリウムが放出され一時的に、高カリウム血症になる。もともと高カリウム血症のものが大量の溶血を、 起こすと、高カリウム状態が高度になり、除脈や不整脈など、心臓の異常が出現し、最悪死に至る。さらにヘモグロビンが分解される過程で生じる、ビリルビンによって、高ビリルビン血症となり、横断を生じ、特に出生時定体重時では、生命の危険を伴うことがある。赤血球に影響が現れる疾患は、無数にあるが、その中で聖書において、 赤血球系の疾患として取り上げられた主なものを記す。血液の年長性は血液中の細胞成分によって規定される。中でも細胞成分の大部分を占める赤血球は血液の物性を決定する因子として重要である。一般に流体の物性を定量化する学問領域をレオロジーと呼び、血流に関するものは特にヘモレオロジーと称される。 この節では、ヘモレオロジーのうち、赤血球に関する議論を概説する。赤血球は、生体では、血管という管の中を血小という流体に乗って流れ、その形状と柔軟性で、肺や組織内の毛細血管を通過し、循環しているが、血小の浸透圧の低下や赤血球細胞膜の変質、薬剤の影響、各種疾患などで、赤血球形状が、 コンペイト型野球場に変形すると赤血球の変形能が低下して毛細血管を通過しにくくなりあるいは赤血球が流れにくくなるため血液粘土が上昇し血圧が上昇したり血栓を起こしやすくなったりするまた逆に浸透圧の上昇や薬剤の影響各種疾患などで形状が変形や気形形状などの形態変化を起こしても 赤血球の変形能は低下する。左が正常の赤血球、右は赤血球の連全形成。文字通り、コインを積み重ねたように集合している。また、赤血球表面は、シアル酸で覆われ陰性家電しているため、赤血球同士は陰性家電同士が反発し合うので、赤血球同士が接着することは通常はない。しかし、血管内の低ずり応力領域内では、 高分子化合物の影響により、血液粘度が上昇し、赤血球がコインを積み重ねたような状態になることがある。ズリ応力とは、流体力学、ストークスの関係式で説明される力で、円筒管内を流れる流体の速度は、間壁近傍では遅く、円筒管中央では速く、またその流速度の変化率は間壁に近いほど大きい。 この時生じる速度差によって生じる力がずり、応力である。従って、流れの遅い血管、あるいは、血管の中央付近では赤血球にかかるずり、応力は小さくなり、血管壁付近や、血流の速い血管内ではずり応力が大きくなる。ずり応力が小さいと赤血球は集合しやすく、しかし、一旦集合した、赤血球も、ずり応力が大きくなると分離する。 上記で説明されたようにズリオウリョクタウは血流が遅いほど、あるいは血管の中心に近いほど小さい。ズリオウリョクが小さくなると赤血球が集合し、連然形成する基準は正確にはわかっていないが、結晶中のトリグリセリド、フィブリノーゲン、免疫クロブリン、その他高分子タンパク質が多いと赤血球は集合しやすい。中でも多発性骨髄腫。 原発性マクログロブリン血症などで作られる、病的な高分子タンパク質は、特に赤血球を集合させることが知られている。また、赤血球の変形能が低下していても集合しやすい。結晶中の高分子が多く赤血球の集合の程度が大きいと、血液の粘度が増し血液の流れが滞って、ずり応力が小さくなることもあり、すると、さらに赤血球が集合して、 ますます血液粘度が上昇するという悪循環に陥ることがある。血液の年長性はその人の健康の指標となるとされ、一般に年長性が低く流動性が高い方が好ましいとされる。このことは2000年頃からマスコミでたびたび取り上げられ、いわゆる血液サラサラとしてブームにもなった。一方でこの分野は研究途上の段階にあり、 上述のような異常タンパク質の兆候を除けば、血液サラサラに関する臨床的な意義は明らかになっておらず、日本ヘモレオロジー学会においても共通の見解は未だ得られていない。近年ではこのブームを利用した悪質な業者によって高額な商品を売り付けられるといった事例がいくつか報告されており、国民生活センターは注意を呼びかけている。人の赤血球、 哺乳類の中では、人は大きめの赤血球を持つ魚の赤血球、上の画像と同じ拡大率である。魚の赤血球は楕円で有格である。カエルを除き、脊椎動物は赤血球を持っている。哺乳類の成熟した赤血球は、人の赤血球に似ていて無格であり、色は赤く、ヘモグロビンに富み、丸い円盤状である。 人の赤血球と他の哺乳類の赤血球は構造やヘモグロビン濃度はほぼ同じで基本的には大きさと寿命が違うのみである。マウスの赤血球は人の赤血球の半分程度の大きさであるが代わりに血液 1L あたりの赤血玉数はおよそ2倍である。哺乳類の中では人の赤血球は比較的大きくほとんどの哺乳類では赤血球は 人のものより小さめであるが、赤血球が小さいものほど代わりに赤血球の数は多く、赤血球容積率はどの哺乳類でも35から50%前後とあまり変わらない。ゾウの赤血球は人の赤血球より大きいが、人より体の大きい牛や馬の赤血球は、マウスの赤血球と大きさはあまり変わらなく数は多く、ヤギの赤血球では、 人の赤血球の1、5程度の体積しかないなど動物種によって様々である。哺乳類の赤血球の寿命は、マウスの20から30日から、猫の68日、ヤギの125日、馬の140から150日と後半であるが、どちらかというと、体の大きいものの赤血球は、寿命が長い傾向がある。哺乳類以外の脊椎動物の赤血球は、 楕円で有核であるが、その細胞質はやはりヘモグロビンで充満し色は赤い。鳥類の赤血球は、人の赤血球よりやや大きく、細胞も核も楕円であるがその形状は滑らかであり、数はやや少ないが、大きな差はない。鳥類の赤血球のヘモグロビン濃度は濃く、また赤血球溶石率も35から55%と、鳥類の赤血球は、 型と核の有無以外は哺乳類と大差はない。ただし、腸類のヘモグロビンは哺乳類のものとグロビンの構造が異なり、酸素解離曲線が哺乳類より右方変異しており筋肉などの組織内で酸素を有利しやすくなっている。腸類の赤血球の寿命は短く1ヶ月前後である。腸類の赤血球増血もエリスロポエチンに反応し、その成熟過程は 核が脱核しないこと以外は、人の赤血球の成熟過程に似ている。魚類の赤血球も人のものより、数は少なくやや大きい。両生類の赤血球は、とても大きく数は少ない。爬虫類は、両生類と鳥類の間にある爬虫類、両生類、魚類の赤血球も細胞質にはヘモグロビンがあり、赤いは、哺乳類や鳥類に比べて、 両生類と魚類の赤血球細胞質のヘモグロビン濃度は薄く、MCHC は濃いで 20.5g デシリットル、カエルで26から 28g デシリットル程度であり、また爬虫類や両生類、魚類の赤血球細胞核はいびつなことが多い。増血の場は哺乳類と腸類では主に骨髄、魚類では主に腎臓、両生類では脾臓である。 爬虫類は種によって様々である。無脊椎動物では、ある程度の体の大きさを持っているものは白血球に相当する細胞を持っているが、赤血球を持っているものは極めて少なく、例外的な存在とも言える。その赤血球を持つ、例外的な無脊椎動物は、赤貝やシャミセン貝、ホウキムシ、ホシムシなどすべて海星であり、特に種類が多い昆虫類を含め陸上の、 無脊椎動物には赤血球を持つ者はいない。その無脊椎動物の赤血球は、赤椎動物の赤血球とは、随分異なる面が多く、その一つの特徴は、核の他に何らかの下流が細胞質にあることであり、またそれ以外にも種によっては、以下のような特徴がある。星虫類の赤血球にはヘムエリスリン、それ以外にはヘモグロビンが存在する。 これらのわずかな例外を除くほとんどの無脊椎動物は赤血球を持たない。無脊椎動物の多数を占める赤血球を持たないものの血液ではヘモグロビン、エリスロクルオリン、ヘムエリスリンやヘモシアニンなどの血色素が直接結晶に溶け込んで循環子酸素供給している。血が赤くない軟体類や節足動物などの動物の多くではヘモグロビンではなく、 銅を用いたヘモシアニンで酸素を運ぶため血液は青みがかかっている。このように様々な動物が赤血球を持ち、無脊椎動物の中にも赤血球を持つものがおよそ100種類程度いるが、無脊椎動物の赤血球は種によって様々であり、いずれの赤血球も赤椎動物の赤血球とは異なる点が多い。無脊椎動物の赤血球は同時に、 白血球としての機能を持つものが多く、その細胞質でも血色素は下流内にある。赤血球を持つ無脊椎動物は様々な門に点々と分かれて存在し、例えば同じ二枚貝の仲間でも赤貝は赤血球を、持ち他の二枚貝の多くは赤血球を持っていないなどであり、さらに無脊椎動物の中で進化の上では、 脊椎動物に近いホヤ類には赤血球を持つ者はおらず、またホヤ類に次いで脊椎動物に近い極秘動物にも赤血球を持つ者はほとんどいない。これに比べて、脊椎動物の赤血球には白血球の機能はなく、細胞質には筋質にヘモグロビンが満ちている。これらのことなどから、脊椎動物の赤血球と無脊椎動物の 赤血球には進化の上でのつながりのある可能性は低いと考えられている。無脊椎動物の血色素は様々であるが、脊椎動物の血色素は皆ヘモグロビンであり、脊椎動物で最も原始的な無学類の増血は、発生学的には卵黄脳に近い腸管粘膜下で行われ、どの脊椎動物でも受精卵から発生したばかりでは、卵黄脳で増血が行われその後に、 増血の場を変えていくので、脊椎動物の赤血球は、脊椎動物の登場と共に現れ進化して、より洗練されていったのだという可能性がある。最も進化した、哺乳類において、赤血球も酸素運搬には不要な核を捨てて、酸素輸送に特化するなど、さらに進化をした可能性があり、酸素運搬の観点からは哺乳類の赤血球が、最も進化し、 比較的過当なものほど酸素運搬には非効率的なものが多いので進化が遅れていると思われるが、それ以上の赤血球の進化については確実なことは分かっていない。初期の霊ウェンフックの顕微鏡金属板にはめ込まれた小さなガラス球がレンズである。資料はネジの先の針の先端に取り付け、ネジで位置を微調節した。霊ウェンフックは 生涯に500もの顕微鏡を作ったが、最高倍率は270倍にもなっていた。赤血球の発見は、顕微鏡の発明によってもたらされた。古代から突レンズを使えば、ものを拡大して見られることは知られていたが、1590年代に、ヤンセンフ氏によって2枚のレンズを使った、現代の顕微鏡の素となる、最初の複式顕微鏡が発明された。しかし、 この17世紀中の複式顕微鏡は、周差が大きく性能が低く、17世紀中はレンズが1枚の短式顕微鏡が性能を上げ大きな成果を上げていた。1658年、オランダのスワンメルダムはその短式顕微鏡でカエルの赤血球を初めて観察し、さらに1660年にマルピーニが毛細血管の血球の循環を観察した。 これらの観察はラフなものであったが、1674年レーベンフックは、単レンズの単式顕微鏡としては最高度の性能の顕微鏡を自作し、人の赤血球を観察して、大きさが8.5メートルの円盤状であると報告している。またレーベンフックは、哺乳類の赤血球は円盤状であるが、哺乳類以外の動物の赤血球は卵型である。 ことも発見している。その後、1747年に、メンギニが赤血球は鉄を含むことを磁石を用いて発見し、1774年プリーストリーは赤血球が酸素に反応することを観察し、1780年ラボアジエとラプラスは赤血球が酸素を運搬することを明らかにしている。1825年ライヘルトによって結晶化に、 成功したヘモグロビンは、1865年、ホッペザイラーによって研究されている。ABO 型の血液型は1900年にラントシュタイナーによって発見されたが、当初ラントシュタイナーは A、B、C の3型に分類し1901年の発表論文では A、B、O の3分類、1902年に共同研究者らと、現在の A、B、O、 AB 型に分類し直している。1904年デンマークのボアは赤血球の酸素の結合と有利と二酸化炭素の関係を調べて酸素解離曲線を示し二酸化炭素の存在によって赤血球のヘモグロビンと酸素の結合しやすさが変化することを発見した。1933年度をトンだが赤血球内に炭酸脱水酵素を発見し 1948年、サンガーとポーターはヘモグロビンの構造研究の開始し、1961年、ペルーツはヘモグロビンの立体構造を解析した。1967年、チャヌタンは赤血球に含まれる DPG の量の変化によっても酸素会離曲線が移動することを発見した。赤血球をに入れると溶血し、細胞膜が得られるので、 細胞膜の存在自体は早くから知られていたが、当初は、赤血球細胞膜については何も理解されていなかった。1935年、ラブソンらは、細胞膜の臨死室二重層構造を提唱し、1966年シンガーとニコルソンによって、現在の知られている膜構造の流動モザイクモデルの基本モデルが提案されるようになった。 さらに1970年代以降電子顕微鏡の発達で赤血球膜の微細構造は次々に明らかになっている。臨死質分子は自発的に集合し、二重層、あるいはリポソーム、ミセルを形成する。図はそれぞれを切断した図である。人工赤血球ではリポソームの内部にヘモグロビンを封入する。大怪我などで大量に出血すると人は 生命の危険があり、緊急に輸血を行わないとならないが、血液はいつ、どこでも十分な量を確保できるとは限らない。そのため、救急用に人工積血球の開発の必要は、昔から指摘されていた。古くは欧米にてヘモグロビンを加工したものを血液に流せないか研究が進められていたが、剥き出しのヘモグロビンの毒性を除去することは困難であり、 一製品が南アフリカで承認されたものの安全性と有用性に疑問が持たれ主要国では実用化の目途は立っていない。そのため現在ではヘモグロビンを内包した小胞体の開発が行われている。ン脂質分子は自発的に二重層あるいはリポソーム、ミセルの形状に並ぶのでリポソームの内側にヘモグロビンを封入すれば 酸素運搬能力を持たせることができ、またヘモグロビンの毒性も閉じ込めることができる。2010年現在では赤血球の数十分の1の大きさのリポソーム内にヘモグロビンを封入したヘモグロビン症耗体が動物実験で短期的には効果を認められるところまで開発が進んでいる。ありがとうございます。